ステップアップチャンスは外れるわ、長く続いて外れるわ、もうどうにもできないよ。でもここに来ると当たるまで打つしかないよ。あ、回るのオーミスリーですね、一番大好きなんです。いや、ありだな、マジでマジでありだなと思います。いいっすか、パチンコに行くんだ。そうです、パチンコに行くんです。いや、でもパチンコの方がそのスピードだったり、そうそうそう、可能性は秘めてるね、十分にある。よし、いってらっしゃい。どうします、はい、今回も2人が焼肉目指して実践するホールは JR 蒲田駅西口を出て徒歩0分、ひろき蒲田西口本店です。さあ、大スミチュでは多分パチンコは初だと思います。パチンココーナーにやってきまして、回るの、オーミスリーで勝負します。まあ本当にまだ、ね、まあ、個人趣旨で言うとですけど、まあ取り返せると思うんで、うん、あとはトムだな。トムがあとどんくらい余ってるんだろうっていうか、まあ、でも回るのオーミスリーは本当得意なんですぐ当てますから。おお、あ、オフだった。おお、燃えてる。お、やったやったー、やったねー、ありがとうございます。ね、すぐ当たったでしょ、34回転。でもね、ちょっとスーパーラッキーではないんですよ。でもまだわかんないです。何がいいってね、時短中にまたすごい引き戻すんですよ、これ本当に。だからね、別にまあ格変の方が嬉しいけど、ホタテじゃなくてもね、大丈夫。うん、なんすか、まあ時短、まあ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 、この時短中にもう一回当てますよ。あ、リーチだ。え、鍵の穴、何鍵の穴って。お、頼った。よし、よっしゃ、引き戻しで、何でしたっけ、トムさん。大丈夫、とにかく鍵の穴を触ってください。何言ってんの、鍵の穴を触るって何。いや、本当に鍵の穴を触れば連チャンしやすくなるって言ってるんですけど、何意味わかんないこと言ってるんですか。信じて俺を。何、鍵の穴って、あのあれですか、その台開ける鍵の穴これかこれなんかやだな、絶対触らないようにしよう。どのタイミングで触ればいいの。リーチがかかった瞬間。リーチがかかった瞬間、もしくはボタン押せっていう演出とかそういうのがあれば、あ、絶対ボタンは触っちゃいけない、限らないだけ。え、ボタン押すよ、そりゃ。押さない、押さない。いや、押す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 押さない。いや、見るでしょ、だって見てる皆さんも絶対押してどうなる。いやー、鍵の穴触ってほしいよ、絶対。いや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 、鍵の穴触ってほしいって言ってる人もいないわ。当たり来た、よっしゃ、俺触るよ。鍵の穴触るよよし、そっちも、そっちも来るよ。お、やっぱ鍵の穴触ったから当たったよ、これやったぜ、これ、OK、よし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 、ほら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 、あ、中段リプレイ、ありえるよ、ありえるよ、ありえる、
君と。ああ、わあ、惜しかったな。さようなら、ゆきち。いや、今日は5人使おうと思わなかったな。っていうか、俺の台だけ悪くない？隣が9階で2階ちゃんとやめしょうよ行って、左がほぼ全部行ってる、ほぼ全部行ってる。久しぶり。今回ちゃんと行って、さあ、外し4万3000。あら、バトル行きましたよ。弱いけど、一番弱いやつ。何も言ってないからね、しゃあない。よーし、いやー、もうマジか。だいぶ長いこと頑張ったけど、5回するチューズ。前日入れたら8、だからもう強気だったらもうぼちぼちする天井きます。天井っていうか、なんかもうなんかすごい当たりやすくなる。毎回モードいいあれになるらしいけど、行ったことないんで分かんないけど。中のチェリー、チェリー今日2つ目ね。いっけ、嘘だ嘘だ嘘だ、もうみのりちゃん、はいはい、俺無理や。え、無理、ギブアップですか。もう無理やわマジで。え、ギブアップ、え、なんだ、無理ってどういうこと。ギブアップしたい。え、どういうこと、どういうこと。ギブアップしたい。だってもう、もう当たりが来ないし、当たっても長く続くけど当たらないし、広角でチャンス引いても当たらないし、無理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 。え、何も言わない。いや、
や、そんな無理な状況で私なんて言ったらいいのっていうか、私もだからそういう状態にあるってことでしょ。つまり、まあね、つまりはね、つまりは乗り打ちだから ね、 そうやね。いや絶望的だね。いやっていうかあの大の仕様的におかしいよ今。え、120分の1が300以上の分の1ですよ。もうじゃあなんでそれ打った。いやすごい最近調子よいいよこの台。なんで今日できないの。多分朝きついこと言われたんじゃないのかな。なんで全部私のせいにするんですか。ただ間違いなく私も同じ状況にいるってことは。そうやね、それは間違いないね。共有してるから。ただもうこれじゃ肉も食えないんじゃないのこれ。本当だよ、どうするんだ。え、どうする。どうしよう。まあもうちょい頑張ればそのする回数天井みたいなあるんやけど、うん、そこまで頑張るしかないのかな。え、その今やめたらもったいない感じになっちゃった。ああ、強気だったらかなりもったいない。ああ、そうなんだ。ちょっとミーティングする。ナイストゥーミーティングする。ナイストゥーミーティングする。そう、行っとく。行こう、一発行っとこう。ちょっと行こう。もう絶望的じゃん。いやもうなんか何にもかける言葉が見当たらないんですけど。まあ、特にないよね。あの台100の歯は120分の1、1でずっと400日ぐらいなんだけど、それすごいよね。事故、事故、事故。それすごい。事故。は？通常時で73分の1で引いて、それが66%で、ここに入るけど、まずここを、これ要は確認すると120分の1でこっちに行くんだけど、400分の1ぐらいしか当たってない、これ。で、これに入ってから、もう一回73分の1かなんか引いて、こっちに昇格させるっていう感じだけど、まず、これ行かないんで、これ引けない。さっきここ行ったけど外した。多分ね、外しちゃいけないやつ。熱いやつ。あれ、なんか偉いっぽい感じ。偉いよ、偉いよ。だって普通にリプレイでもベルでも入るよ。分かった。でもまた台交換する。それやだ。いや、いいよ。いや、申し訳ないけど、なんか弾ける気がしない。これ海得意んで。ん？海得意んで。で、そう、海得意って言うから、じゃあちょっと交換してみて、台に人変わりましたよって。そう、なるほど、それだ。よし、それでは。で、今魚群何回出た。一回も出てない。一回も出てない、うん、簡単じゃん。どういうこと？溜まってるよ。よかった、うん。いや、それぐらいのテンションで今もうそのポジティブテンションでナノハはきっと打てないから、多分。だから、そう、ここはもうチェンジしよう。ちょっと気持ちを切り替えて。気持ちを切り替えて頑張るけど、はい、うん、肉食いたいよね。前回ひどくない？救済ミッションなかったから。確かに。まあ、まあ、勝てたから別にいいけど。もらっていいでしょ。あー、あれな、エクセリオンモード。エクセリオンモード、これね、これ当てて当てて当ててボーナス当ててやっといくっていう。でもこれでもなんか引かないといけないから。73分の1を50ゲーム以内に4回5回ぐらい引いて、全部66%引いて、それで。まあ、うん、いや、うん、まあでもその枚数を出せばとりあえずいいわけだから。そう、まあ、あの出だすと出る可能性がある。まずここだから。うん、うん、まずこれでしょ。いや、まず俺の中ではここだけ、ね、うん、あ、そうか、まず
サムさん、あ、僕のブラザーね、はい、大丈夫です。ブラザーなの？ブラザーです。サムとトムだってもう仲いいんです。あ、そうなんだ。結構出にくいよ、1日に1回会えばぐらいな感じだな。まあ、そんなにはすごい出てくるわけじゃない。得意んで大丈夫、OK。 じゃあこれは持ってきます。私、菜の葉半数字だな。菜の葉ね、分かりやすい、フラッシュするから大丈夫。あの、基本強チャンスは意外で当たることないと思ってください。ミニカル菜の葉。さて、チェンジして早くこの菜の葉のね、台をなんとかしてあげないと。何気に菜の葉初打ちぐらい、いや本当一瞬打ったことはあるけど、マジで初打ちレベルなんで不安だな。お、お、お、チャンスが来たっぽいな。お、よくわかったね。今日チャンス目、あ、これチャンス目、ただの今日チャンス目じゃないと。いや、光るそうだよね。うん、うん、で、3ゲームが前兆あって当たるかどうか。なるほど。お、2回エビ、おーだー、マジか。あれ、お、お、いった。これで、あ、これでもうこのアースだ。それが第一段階。え、これを当てるのに毎回400とかハマってたってこと？はい。なるほどね。そっから頑張って。はい、はいはいはい、そっから大事なんだよ。でもこれは俺何パーぐらい期待値的に。いや、俺の中ではそんな高くはないね。自力だからね、ほぼほぼ自力ね。引けるかどうかの問題なんで。ああ、とは三択がうまいかどうか。うわー、やだな。ここで当てれたら START に入るってことか。 Yes。 あ、うん、普通の ART ちゃんとさ、闇のショート。そう、 OK、行きましょうか。一発目だったらちょっとショックやけど、ね、すぐ当たったよ。すんげー苦労したもん俺。よし、276ゲームね。え、あ、これステップアップチャンスでいいやつじゃない？え、ステップアップチャンス入ってんの？うん、それいいやつよ。セットアップチャンスか。ステップアップチャンスやばいよ。セットアップチャンスと当たるよ、当たるよそれ。え、さっきでも外したんじゃないの？はいはい、あれ、さっき外したんじゃないの？よし、当てるぞ。当てて。それ俺今日までは外したことなかったけど。これは普通に全役で当たる可能性ある。押せ。あ、当たった、すぐ当たった。当たってるし、一発目っていうか、まあ、2発目か、2ゲーム目かな。でも当たった、すごマジで、まあ、よかったよかったよかった。じゃあもうそっから次入る40ゲームでボーナスを引いて、はい、次の仕事は。結構これでも難しいんじゃないの？ボーナス。いやーいや、まあ同じような感じ。これも全部強チャンス目からの抽選ってことが多いか。あ、なるほどね。他は抽選してるけど、まあでも強チャンス目引いた方が確実。なるほどね。じゃあこのまま回しますよ、私。頑張れ。はいよ。お、やった。え、当たった。当たった、やばいやばいやばい。あと一踏ん張り、あと一頑張り。本当？マジでマジでマジで。確かに私も、うん、なんか財布の紐硬かったかも、こっちにいたら。そうでしょ、うん、外線打ってたから。そう、なんか、うん、しょうがないなみたいな感じは若干あった。プラスにして返したじゃん。細かいところで突っ込まれるのちょっとやめましょう。改めまして皆さん、こんにちは。ひろきガールズのれなです。
9月の新題は新十王2岐阜堂々直進ありリアル鬼ごっこ佐藤捕獲指令エヴァンゲリオン10キンギラパラダイス4ジョーズオスロコンジョーガエルです。スロットコーナーはパチスロ北斗の剣ホモスカイガールズゼロ再びパチスロセイントセイヤ女神聖戦パチスロマクロスフロンティア2パチスロ無双オロチアスロズラーズ以上を導入予定です。9月7日パチスロコーナーがリニューアルしました。皆様のご来店お待ちしております。